新しい発見行こうぜ。すごいなこれ。よっしゃシーズンインです。はい、シーズンインです。エピゾードのカービングチャンネル。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはよう。取れない。これが取れないのよ。いいじゃん、そのまま滑ればつけられないじゃん。エピゾードです。今日シーズンインです。取れない。あ、取れた取れた。俺つけられる。いつもハンタークワッドリフト上がるんだけど、昨日ハンタークワッドリフトがトラブルがあって止まってるんですよ。なんで、ゴンドラで行きます。おー、いきなりゴンドラですよ。最高だね。まあ一番上しか行ってないんだけどね、このシーズン。シーズンインしてしまった2人がそこにいるんです。シーズンインしちゃいました、先に。早いよ。早いよ。待ちきれない。フライングフライング。待ちきれない。待ちきれない。開いた開いた。さあ、ゴンドラ乗るよ。ゴンドラゴンドラ。はい、カービングです。エビノです。難しいことは分かりません。チャンネル登録は50の皆さん、こんにちは。こんにちは。よっしゃシーズンインです。はい、シーズンインです。おめでとうございます。はい、はい、もうこの2人シーンインしたらしいけどね。ピーちゃんかと、おはようございます。おはようございます。ピクちゃん、おはようございます。おはようございます。もう2人はさ、一昨日シーズンインでしょ。そう、合わせろ合わせろ。無理待てない待てない。無理無理、だって入ってんのもん。でロンスケの成果がね、結構出るかどうかってことでね。エビゾーのね、ロンスケの成果なんてね、毎年毎年見ても変わんないから、そんなことどうでもいいって思うんだと思うけど、はい、先シーズンからね、はい、始めたじゃん、アルペンやって、はい、今シーズンもう下降りになってね、ロンスケやったでしょ。やりました。その成果どうだった。え、マジで、うん、マジで去年の感覚と違いました。ロンスケを経て何が違うの。タイヤがないとか。あ、タイヤはなかったです。あれ、この板タイヤついてねみたいな。一発目に言ってたのが、うん、安定してる。あれ、私転んでない。え、とこだね。転んでなかったの。転んでないんですよ、私。おかしいな。すごいね。そう、このキープですか。そう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 、上半身のキープ。そう、上半身のキープで転ばなかったんですよ、うん、一番上も一番上も。ロンスケ効果すごいね。思ったのが、うん、ローテーションもすげえ上手くなった。ロンスケってローテーションすごい使うじゃん。だからローテーションがすごく上手くなった。使うんだ、ローテーション。そうだったらしいです。ローテーション知ってる。ローテーション体のねじることだから。そうだね。そう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 。だからローテーションの細かい切り替えもできるようになった。目線を送ってからとか順番変えたりとか、ぐらいちょこっとだけローテーション入れてくらうっていうのができるようになった。ね、無意識でやれるってことはすごいことだよね。そう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 、すごいじゃん。これをやってみって言っただけでできちゃう。すごいじゃん。すごい、ね、コントロールできましたね、ちゃんとスピードと。本日はね、レッスン内容撮ってあるんですよ、はい、期間限定で公開しますよ、お待ちください。再生数回ったら期間限定外すかもしれない。でも本当にね、貴重なレッスンの映像だよね。そう、オプトレがもうもろスノーボードに生きるって感覚ってどう。なんかめちゃくちゃやりがいありますよ。いや、いいよ、もうあの今日も坂行ってきていいよ、うん、え、いやでも本当にそれも重要だって今回教えたんだよ。一回振り返りたいって思いました。実はね、うん、途中でね、スノーボードの癖が出たんだよね。そうなんです、うん、去年の悪い癖が出て、うん、やばいってなったんだけど、ところで違和感を感じたんだよね。そう、この滑りはロンスケじゃないって気づいた。この姿勢おかしい。すごいな、自分でストレート切り替えるってすごいね。だから型ができて出来上がってる。おお。あのロンスケはオフトレだけに使えるものじゃなくて、うん、滑って帰っておかしいところの修正とか。あ、そういうことね。そう、それが普段からできるよっていう、うん、午前中スノーボードやって午後ロンスケみたいな感じでもいいし、ロンスケやってスノーボードでもいいし、一日中時間足んねえな、これは。だから仕事帰りにもできるでしょ、ロンスケだったら。仕事帰ったらすぐ飲むんだよ。仕事行く前に乗れ。一年中さ、車にスノーボードとロンスケ積んでてもいいよね。あ、そう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 。で、自分がおかしいなってロンスケ乗ると気づくから。うん。ああ、なるほどね。なるほど。それはわかる。それぐらいスノーボードとロンスケがマッチしてるものなの。うん、俺らがやってるやつ、うんうん、っていうこと。俺が言うよ、多分ね、説得力あると思うんだ。でも、エンチャーはさ、ロンスケだと思って滑れっていう。そう、あのね、スノーボードをね、やってね、なんかたまにわかんなくなる時があるんだわ。うん、その時にこれロンスケだよって言って滑れんの。大して俺ですね、上手くないから。あ、って言ってる間にもう来ましたよ。毎年もんだよ、こんなに急だったっけな。良さそうな雪だ。あ、滑れるかな。大丈夫でしょう。はい、じゃあ降りますね。はい、エビノです。今週もありがとうございます。おお、雪だ雪。雪だ雪。すげえ。
ごいすごい。はいよ。エビゾーチャンネルではカービングライダーとのセッションを楽しみにしています。皆さんハンターマウンテンで一緒に滑りましょう。チャンネル登録は50人どうぞ。それでは皆さんまた。